チャージと、S、スタイルテレビと雑誌の垣根を超えてタッグを組み宮城の「イケてるラーメンイケメン」を徹底リサーチ互いの取材力を駆使し今食べたい珠玉の一杯を厳選します今回のイケメンはうまみとピリ辛をあんに閉じ込めた一杯です。 地下鉄泉中央駅から徒歩5分ほどのところにある愛とと勇気と炎のラーメン,屋タイランオープンからおよそ20年客を魅了し続けるここでしか味わえない一杯があります。こちらですね店長の望月さんが修行時代にあの中国料理とラーメンを一緒にするっていうアイデアを思いついて、えー、作られた一杯になっております。 はい、お待ちの様です。はい、はい、ウーシャン麺です。は,<ー>はい。どうぞ美味しそう。うわ、具材もりもりですね。こちらが。タイラン渾身の一杯。ウーシャン麺。ナスを香り高く炒めた。ウーシャンチーズという中国料理とラーメンを合わせた。ここでしか味わえない一品。店主が生み出した。そのお味とは。 香ばしい香りとあと野菜の甘みとか、いろんな風味が一気に押し寄せてきます。醤油のコクだったり、豆板醤のピリ辛加減もすんごくいいです。スープは豚足鶏ガラから旨味を抽出したもの。タレはそのスープに醤油と鰹節を煮込み、旨味を凝縮させています。 下のスープが濃すぎると上の料理との相性が悪くなるので下にあんまり特徴を持たせないようなあっさりした感じでそういういスープに仕上げてます味の決め手は特製の豆板醤野菜の甘みを辛みでまとめ食材の香りを引き立たせますそこに合わせるのは特注の中太ストレート麺。 しっかりありますねちょっとね、歯切れのいい部分もありつつもちもち感も最高ですあんかけに負けないような中華の中太麺を使ってあんかけを食べながらも麺の噛み応えをちょっと感じてもらえるように固めに揚げてますあっさりとしたスープと旨辛のあんかけが麺によく絡み一口すすれば香りと辛みが広がりますやみつきになる一杯 ぜひご賞味ください他にもおすすめが女性に喜ばれる一杯を作りたいと考え完成したジャンヌダルク香り豊かな白ごまと干しえびが効いた淡々麺です特製豆板醤と白ごまの組み合わせでマイルドな辛みが癖になる一杯です よく絡むチューブとストレート麺との相性も抜群今回の「イケてるラーメンイケメンは」は愛と勇気と炎のラーメンやタイランのウーシャン,メン豆板醤の辛みと香味野菜の甘みうまみが詰まったあん。 それがよく絡むチューブとストレート面がたまらない一杯です